ラジオシティ築地、築地マンダラ。築地の街を練り歩いて、街の魅力を再発見する築地まちまち探検隊。さて、今回ご紹介するのは、鴨肉のことならお任せください。大正8年創業、鶏肉の鶏城商店さんです。それでは早速行ってみましょう。おはようございます。2012年春の築地にやってまいりました。築地まちまち探検隊の南谷麻子です。じゃあこれから築地の場外市場行ってきます。はい、今日は鳥城商店さんにお伺いしております。加藤専務、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。今お店の中を拝見させていただいたんですけれども、はい、なんかちょっと所狭しと鴨肉が並んでいますよね。はい、ここは鴨が結構メインですか？そうですね、はい、戦後間もない頃から鴨肉を始めまして、はい、現在に至っておりますんで、はい、そうですか。中に鴨のこう種類といいますか、何かこういろんな産地の鴨があったようにお見受けしたんですけれども、はい、現在今岩手県産、うん、宮城県産、はい、埼玉県産、はい、愛知県産、はい、4県の鴨を扱っております。はい、そうですか。で、鴨のその何県産とこういうふうに違いがあるんですか、やっぱり？そうですね、飼育日数とか、はい、まあ、餌、それから飼育方法が各、はい、農場によって、違っておりますんで、はい、それなりの味も違ってきます。宮城県産が一応一番長い、はい、75日飼っております。75日、うん、じゃあ75日もこう飼育されて脂の乗った鴨があるよということです。そうです。あとお店の中に冷凍庫に鴨のいろいろこう加工品みたいなものを見つけたんですけれども、はい、ちょっとご紹介していただけたら、はい、今現在ございますのが、はい、鴨の胸肉に、はい、柚子の味をつけたやつ、それからもろみ味噌で漬け込んだやつ、はい、からつみれ、はい、いわゆる鴨ボール、はい、鴨のつくね串、はい、まあ、そういったものを揃えております。はい、そうですか。それはもうご家庭で簡単に結構調理ができるものなんでしょうかね？はい、一番気をつけていただきたいのは、はい、やはり煮すぎないこと、うん、鴨は臭いとか、うん、硬いとかいうイメージありますけど、はい、硬いのは煮すぎたり焼きすぎたりするから硬くなってしまうんで、はい、まあ、そういうイメージはなくしていただきたいなと思います。はい、まあ、お店に来てそうやって質問なんかすれば加藤専務がそうやって教えていただけるっていう、はい、安心感もありますよね。はい、いつでもいらしていただければ。はい、ですよね。はい、このお店は先ほどもちょっと、おっしゃられたように、大正年間からやられているお店。はい、魚河岸が日本橋にあった時からやっておりまして、はい、大正8年からやっております。うん、もう93年。そうですね、93年ぐらいですね。はい、祖父の代から続いてきた店なんですが、うん、まあ、一つに品物を大事に、はい、保存、それから皆様に美味しく新鮮なものを食べていただくということで、はい、品質管理っていうのを一番大事にしております。はいはい、この品質管理の仕方を先ほど聞いて、おお、なるほどと思ったんですけれども、はい、どういうふうになさってるんでしたっけ？鴨肉なんかに関しましてはですね、はい、真空をしまして、それをさらに発泡の中で氷水を入れまして、発泡をそのまままた冷蔵庫に入れると、はい、そうしますと肉全体がですね、一部だけじゃなくて全体が0度に近い状態をずっと保てるということで、はい、私どもではそういうふうにしております。はい、鴨っていうのは先ほど申しましたように、臭いとか硬いとかいうイメージお持ちの方がおられると思います。そしてあんまり鴨を食べたことない方も大勢いらっしゃると思うんですが、
非常に健康的な油でございます。ぜひ一度鴨肉を味わっていただきたいなと思いますので、ぜひ一度私どものお店にいらしていただければよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。あさこさん、ありがとうございました。鶏肉の鶏城商店さん、お店は晴海通りの築地6丁目交差点の近くにあります。車でお越しの際は築地川第一駐車場のご利用が便利です。晴海通りの築地6丁目交差点より曲がって波よけ稲荷神社前を右折、150メートルほど行ったところの左側に駐車場の入り口があります。なお、駐車場前の波よけ通りは一方通行ですのでご注意ください。お店についての最新情報は築地場外市場公式ホームページをご覧ください。店舗情報のほか、築地マップ、市場開催日のカレンダーなど築地情報満載のホームページです。食べ物に関するものなら何でも揃う築地、皆さん遊びに来てくださいね。ラジオシティ築地、築地マンダラ、お相手は木下貴子でした。